www.meguro.jp Meguro FM。 これからのひととき、目黒 FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは、私、駒鶴彩です。この番組は、嬉しいを作る会社、リブゲートと、クロアヒーリングの提供でお送りいたします。眠り姫。昔々、ある国に、王様とお妃様がいました。二人はとても幸せに暮らしていましたが、唯一寂しいことは子供がいないことでした。ある日のこと、お妃様が水浴びをしていると、どこからか一匹のカニが出てきて言いました。お妃様、お妃様、あなたにも可愛い女の赤ちゃんが生まれることでしょう。いきなりカニが現れて、そう告げられたことに、お妃様は喜び半分、とても戸惑い、不思議に思っていましたが、しばらくして、そのカニの言う通り、お妃様は、とっても可愛い女の子を産んだのでした。王様は、それはもう大喜び。早速、お祝いの宴を開くことにしました。この国には、13人の妖精たちが住んでおり、その妖精たちも宴に招待されることになりました。ところが、妖精たちの使う特別な金の皿が、どう探しても12枚しかなかったので、仕方なく12人の妖精が宴に招かれることとなりました。妖精たちは赤ちゃんに贈り物をしました。一人目の妖精は優しい心を、二人目の妖精は美しさを、というふうに順番に贈り物をしていましたら、いきなり宴に呼ばれなかった13番目の妖精が現れたのです。13番目の妖精はとても怒った様子でこう言いました。こんな大事な宴に私を呼ばぬとは、お前らいい度胸じゃないか。今に見ているがいい。私が今呪いをかけてやった。この姫は15になったらツムに刺されて死んでしまうだろうよ。ツムとは糸を紡ぎながら巻き取る道具のことです。他の妖精たちはそれを聞いて13番目の妖精の死の呪いを解こうとしましたが、どうしても解くことはできませんでした。その代わりに妖精たちはこう告げたのです。この子が死ぬことは何とか防ぎました。ただ、ツムに刺されてしまったら100年の間眠ることになってしまうでしょう。王様もお妃様もそれを聞いて青くなりました。二人はツムさえなくなってしまえばよいのではと考え、早速お触れを出して、国中のツムを焼き捨てるように言いました。やがて、お姫様は大きくなって、その国一番のとても美しい娘になりました。ちょうど15歳になったある日のことです。退屈だったお姫様は、
お城にある古い塔を登っていきました。塔の上まで登っていくと、鍵が挿したままになっている部屋を見つけました。お姫様は不思議に思いながらも、そっと鍵を回して扉を開け、部屋に入りました。すると中には、おばあさんが座っています。おばあさんは、せっせと麻の糸を紡いでいました。その様子を見て、お姫様はとても興味を持ちました。王様がお触れを出して、ツムを焼き払ったので、お姫様は一度もツムを見たことがありませんでした。おばあさん、それは何？私にもやらせてよ。そう言って手を伸ばすと、ツムがぷつりと指を刺したかと思うと、その途端にお姫様は倒れ、深い眠りに落ちてしまったのです。しかも、眠ってしまったのはお姫様だけではありませんでした。王様もお妃様も、家来も、馬小屋の馬も、屋根の上にいる鳩までも、深い眠りに落ちていったのです。城中のものが眠り込んでしまった後は、城の周りに茨の垣根ができました。それがみるみる広がって、やがてはすっぽりと城を包み込んでしまいました。その後人々は、姫のことを眠り姫と呼びました。噂を聞いたよその国の王子様たちが、眠り姫を起こそうとお城に行きました。しかし、茨の垣根は深く、皆、鋭い茨に刺されて死んでしまい、誰一人として、お姫様のそばまでは行くことはできなかったのです。そうするうちに、茨の城に近寄る者は、誰一人としていなくなってしまいました。それからちょうど100年が経ちました。お城の茨は変わらず、怪しくも美しい花を咲かせています。ある時、一人の王子様がこの国にやってきました。そして村人たちから眠り姫のことを聞きました。これまで何人もの王子様が来てお姫様のところへ行こうとしましたが、みんな茨に刺されて死んでしまいました。よし、それならば私がお姫様を助けよう。王子様は村人たちが止めるのも聞かずに、茨に囲まれた城の前にやってきました。するとどうでしょう。王子様が進むと、信じられないことに、茨は自然に道を開けたのです。広間に行くと、王様やお妃様が倒れたまま、死んだように眠っていました。周りには、大勢の家来がいて、やっぱりみんな死んだように眠っていました。その場だけ、まるで時が止まってしまったかのように静かです。王子様はもう一度城のお庭に出ました。そうしてあたりを見渡すと、大きな古い塔がありました。王子様はその塔を登っていくと、鍵がかかったままの部屋がありました。王子様はその部屋の塔をこじ開け、部屋の中に入りました。すると、眠り姫が倒れているではありませんか。ああ、なんて美しいお姫様なのだろう。その肌は、
透き通るようで、顔はまるで天使のように美しく、王子様は思わず鏡込み、眠り姫の唇にキスをしました。その途端、眠り姫はゆっくりと目覚めたのです。あら、私は、眠っていたの？あなたは誰？私は、あなたを助けに参りました。そうです。あなたは100年もの間、この場所で眠っていたのです。目覚めてくれて、本当によかった。眠り姫と王子様が、手に手を取って塔から降りていき、広間へ戻ると、王様とお妃様が目を覚ましました。お城の者たち、みんなが目を覚ましたのです。お城は急に賑やかになりました。王様もお妃様もすっかり喜んで、王子様をお姫様のお婿さんにすることに決めました。やがて、王子様とお姫様の結婚式が挙げられ、二人は一生幸せに暮らしたそうです。おしまい。お送りしましたこの物語が、大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。目黒 FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす読みほぐ、今日の皆様への読みほぐしは、私駒鶴彩でした。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたしました。眠り姫、お聞きくださいましてありがとうございました。駒鶴彩です。この作品は小さな頃から私も知ってたんですけども、カニとか妖精が13人も出てくるっていうお話の流れは初めてで、こういう話もあるんだと思って、面白いなと思って読ませていただいてました。お話の中で金の皿が12枚しかないっていうのがあったんですけど、残りの1枚はなぜ大事に取っておかなかったんだってちょっと突っ込みたくなりました。はい、それでは私の告知をちょいちょいとさせていただきます。ゲームアプリメリーガーランドという作品に、何キャラクターかの声で出演をさせていただいております。ぜひぜひ、iPhone の方も Android の方もプレイできますので、ぜひダウンロードして遊んでみてください。その他の、お知らせなどは私 Twitter をやっておりますので、そちらをチェックしていただきまして、ぜひぜひ他の出演作品なども見ていただけたらなと思っております。それでは、読みほぐしは私、駒鶴彩でした。ありがとうございました。バイバーイ。